すごく上手なお祝いなんですね。まあ、オンですよね、まあ、前回やったのは、うん、じゃあこのオンうまいですよ、うまいですけど、はい、どうすればどこまだ修正点があると思います、はい、どうすればなんかもっといいかなと、うん、いうように感じますかね。ないいんですよ、特に全然直すとかないんですけど、やっぱりこだわった方が、むしろそこはねやってたら知りたいとこだと思うんですけどね、うん、僕の思いでは、はい、形はいいんですよ、はい、でも真ん中の部分が細いんですよ。ああの分かりますよね、縦線がね特に。あそう、そこをもう少し太くすると、すっごい安定したかっこいいオンになるんじゃないかなと思ってますので、ちょっと書いてみましょうかね。はい、書きましょうかね。あの真ん中の部分を特に注意して見ていただければと思いますので、はい、まず行人面良くなりましたね。横向き下向きね、ちょっとまだブレてますけどね。はい、はい、でここの収縮もキュッとね、はい、難しいですけどねできてます。次この、ね、ここですね今日はね、はい、こう書いてこの真ん中全部全体的にちょっと細いんですね、特にこれ、はい、次これこの線、はい、これ字の大きさはそんな変わらないとは思うんですけど、こう書いてここいいですよ、はい、こうねグーってついて内側に入って良くなりました。でついて縦線も良くなりましたね、太い線ね、はいはい、これどうですかね、真ん中がちょっと安定した感じ、なんか太くなったような、はいはい、ですかね、細いんですよね、すごいあの仮名を書くときみたいなね、さーってすごい筆が立ってピンとして強いんですけど、なんか強い方がもっと太い方が良くないかなと思ったんですよ。窮屈になんかね細く見えちゃうんですよね、弱々しく、はい、うん、この、まあ、この細かく書いてね、この辺の収縮とかこの払い手の角度とか、うん、4人目の角度とかね2本目の、はい、も言ってもいいかなと思いますけど、まあそんなにこだわることはないですので、ね、ここまで書けてたら十分ですよ、はい、ちょっと書いてみますか、うんうん、真ん中かなんかちょっとここだけ違和感があったんですね、はい、この辺がすごい強くてね、逆にメリハリはついてよく見えますけど、はい、弱いなと、逆にここまで細いと、はい、うん、縦線が弱いと弱すぎるとちょっと苦しいかなとね、横はね多少細くてもいいですけど、はい、あでも全然良くなってきましたよ、はい、うん、まあオンはこんな感じでまたねちょこちょこ繰り返しますので、はい、岩井は直すとこうまいですね。岩井なんか岩ダメですかこれ。岩う、まあ、シミス編すごい絞ってるしちゃんとこう書いてね、しっかりと角度つけてますね、これ絞ってますよねここね、大体の方がこうやっぱこうなっちゃいますもんね、うん、でまあここも収縮ね、収縮も自然とちょっとどう書いてるか分かんないですけどね、これはねまた見ないとねキュッとねできたら一発でできたらで小さく、うん、で歯にもねグーッと強く書いてるし、そうですね、口ちょっと前ペンのレッスンの時もこれやったの覚えてますかね。僕なんか覚えてるんですけど、口のね口がちょっとちっちゃいでぺったんこですよって、でついてで強くね、うん、で高い位置からついて止まってふわーっと上がって形を作ったけどね、あのここは雑にいっちゃうとなんか作品、うん、ね、うん、書道の作品じゃないですから、うん、しっかりと筆先を作りながら書いてあげるって感じですね、三角形の山をね、うん、うん、なんかちょっと重たくなってるんで、うん、そのあたりも精度を高めていくとですね、ちょっとこの口がでっかい方がいいですよね、もう一回りなんかこれこんな感じですよね、うん、ただふわっとなるんでちょっと書いてみましょうか、はい、はい、
で今わかんないですよ。これあのスカイプだからわかんない部分も多々ありますけどね。もしかしたら筆がちょっと寝るんかもしれないですね。寝るとこの左の時はこういうようなイメージなんですね。ただ書道の作品の時なんかこれは逆にいい時があるんですけど、こうやって書くのはね、こういう時なんかは僕は結構左肌は筆をピンと立ててキュッと気質で踏ん張ってさっと書きますね。さっととんがるように。そうしないと太くなるとかっこ悪くないですか、左肌がこういう風に。そうなんですよ。筆を結構立てるんですね。いつも以上に立てる。いつも以上に立てる、はい、で気質をしっかり作ってからしか動かないです。あ、形を作って、はい、しっかり作ってから溜めて、はい、体のところ書かないですね。そうしないと筆ってやっぱり準備段階があるんですね。ぐわーっと染みてくるよね、はい、そして形を作ったらスッといく感じですよね、はい、とにかく寝るとこうなってきます、うん、ピーンとなんか筆先でこう書くような、ね、行人弁とか人弁とかね、はい、だから結構食って気質ですね、大事なのね。そうですね、つきますね。